ニメフリーク FX ボリューム6が始まるよ。今をときめくこのお二人が夢の共演、宮村優子のゴージャスナイトだよ。
したよ。ふっふっふ。まあ素敵。ワイン。ワイン。それブランデーやった。転がしとるかな。こんだけ広いとなんか、ね、何していいかわかんないね。とりあえずさっきのキャンディ開ける？あ、キャンディ。とりあえず寝室見よう、寝室。寝室ですか？ぐぐ。脱ぐんですか？いやいや、そこまで脱がないね。すごい、かわいい。でもすごい、なんかビクビク触っちゃうね。なんかすごいね、すごいね。うわ、綺麗。大きいベッドだね。ここに見えるのはもしかしてバスルーム。ほんとだっちゃうわ。じゃあご飯がこっから入れましょう。びっくりトリュフ、どこにある、そんなの。ほんとにある、ほんとにある。ほら、びっくりトリュフ。凱旋、凱旋じゃなくて、神戸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 。もしもし、お母さん。国際電話、国際電話。わぁ、なってる、なってる。あ、ドキドキ。お食事の方はこちらの方でお召し上がりになりますか。はい、はい、それではご用意させていただきます。はい、失礼いたします。あ、ドキドキ。固まってる。固まってます。固まってます。美味しそう。美味しそうですね。いただきましょう。いただきますか。うん、私は食べたい。出てお上がりなさい。いただきます。これなんだろう。これなんですか。わからん。なんだろう。わかった。イカ。イカじゃねえっすよ。イカ、イカじゃん。ほら、これ足あるじゃん。うそ。うん、これほら、足、イカの足。イカでした。みんな、イカタコなんだね。イカにも。ごめんなさい、すいません。美味しいですか。よいしょ。じゃあ、その美味しい顔を、じゃじゃーん。このデジタルハンディカム、今私のマイブーム。撮りましょう。すごい。It's a video. It's a video. ガチャ。奥さん、ふたふた。で、こうするでしょ。うん、こうすると、映るんでゲス。あ、映った。まだ。じゃーん。じゃーん。これが今夜の夕食でーす。ピッチ。イエーイ。私の持ってるのがホタテでーす。ホタテー。ホタテでーす。こちらがクリームブルレさん。いや、ブルレさん。ブルレさんでーす。ブルレさんでーす。こちらがお湯です。湯。湯。これが果物です。果物です。あー、どうですか皆さん。食べました。美味しいですか。うまい。ズーム、ズームアップ。なんかな、うん、ほっぱか置く方が。えい、ありがとう。プチ、めっちゃうまい。ほんと。うん、私も食べよう。こんな趣味のビデオ集めてないで。いやー、でも、きょうちゃんの趣味のビデオの中に入れて嬉しいや。うん、あとでまた撮ろうね。うん、いろいろとね。みやも今凝ってるものありますか。うん、分かった。もうお約束やし。きょうちゃん嫌いなものとかある。私ね、納豆嫌い。納豆とね、生のトマトとね。生で、うん、あのサラダとかの。そうそうそう、トマト加工したのは好きなの。トマトソースとかね。うんうん、私納豆好き。嫌いなものは、うんとね、うん、白くってね、うん、球体あるじゃん、球体。
球体じゃないよ。ボケ落としたでしょ。じゃないじゃない。丸いやつ？そうそう、丸いやつのマグロの目ん玉とか思い出してください。これをスパーンと真ん中から切るでしょ。うん、これ白い球体ができるでしょ。うん、それがいっぱい並んだものが嫌いなの。待って。ね、そんな食べ物ってどこで食べられるの？あるんだよ。世の中にはそういう食べ物が。ね、ご飯美味しかったね、うん、またなんかご飯食べ行こうね、お仕事の後とかね。えよく業界でまたご飯食べに行きましょうって言って全然行かない。社交人なのね。社交人ね、行けないんだもん。うん、そう、本当に行けないんだよね。本当に行けないね。前はさ、しょっちゅう行ってたよね。一時が空いてたね。行ってたね、ウエピのメンバーでね。メンバーでね、仲良かったよね。ウエピ良かった。終わってから仲良。そうそう、あれマリブとかもウエピだよね。マリブとかマリブってあのイラブのそう。起きてなくてね。箱根に行かなかったっけ。ね、行ったよね。行った、あの熱海、熱海秘宝館。あ、今隠そうとしてた。違う、思い出したの、すごい思い出したの今。行った行った。すごい、でも自慢できるよね、秘宝館。うん、行ったついでに行ったじゃない、秘宝館に。え、違う、だから熱海に行って、ね、みんなであの遊園地行ったり、遊園地そのホテルの遊園地行ったり、うん、ドライブ行ったり、あのご飯おいしいもの食べ行ったり、うん、で秘宝館も行ったりしたじゃない。秘宝館メインだ。あんたもか。で、秘宝館メインやって、琴乃さんが「京ちゃんと秘宝館行ったんです、秘宝館行ったんです」って、からまるで秘宝館をね、あのメインで行ったみたいになって、私もねラジオで「京ちゃんと秘宝館に行ったんです、京ちゃんと秘宝館に行ったんです」って言ったよ。で違います、琴乃さん、うん、熱海に温泉に行ったんです。そうか、忘れよう。いや、仲良かったよね、ウェピーのメンバー。過去形にするな。じゃあ楽しかったね。面白かったね。ね、お泊まりしようしようって言っててね、うん、なかなか実現できなかったの。パジャマ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 。なんだったそれ。ゴジラ。あ、似てる似てる。似てないね。え、夜景も綺麗だし、綺麗だし、なんかこうやってね、夜景を見てるとね、海の見える夜景を見てるとね、故郷の神戸を思い出すわ。それ台本何ページ。宮村さん、宮村さん、でもそう、さっきね、そこベランダ出たけどね、うん、すごい海の匂いしたよ ね。今度一緒に、ね、実家帰ろうよ。ドキッドキッ。あの、とうとうご両親に母に会ってほしい。いただけるんですか。そうでなくて一緒に帰りたいね。うん、寝るか寝るか。一緒のベッドで寝る。二つあるけど、とりあえず枕は2つあるし、用意しといたわ。用意して、用意されたんで。用意されたありがとうございます。あー、なんかドキドキしますね。じゃあ枕だけしようか。今から。そうでなくて。階段する？はー、2人で。ロウソク持ってて。ウノにしようか。ウノにしようか。でも少し夜景でも見ながらお話ししますか。しますか。夜景でも見ますか。夜景でも見てね。そして手は。大好き。
ゆっくり脱いでみようか。真っ白な色紙。誰？逃げた。あ、あなたは噂のボーマネ。あ、宮村さん発見。宮村さん発見。発見されました。だーん。これはね、液晶を見てるとね、視線が外れるの。このカメラを見ると、うんと忘れました。着替えは、お神の命令が下りました。の名作を生み出したロボットアニメ界の巨匠、高橋涼介の世界だよ。高橋涼介とは何者なのか、名作東方騎兵ボトムズはいかにして誕生したのか、未だ語られたことのない制作当時の状況を徹底取材した。1981年のある日、高橋涼介は当時日本サンライズと呼ばれていたスタジオへと向かっていた。かつてはゼロテスター、サイボーグ009などを手掛け、実力派監督として認められていた高橋だが、その後はテレビアニメの世界を嫌い遠ざかっていた。その高橋に突然サンライズから仕事の依頼があったのである。気は進まなかったが、虫プロ時代の先輩の命令は絶対であった。そしてそれが運命の転機となることを、この時の高橋は想像すらしなかった。サンライズの中で富野さんのガンダムが、まあ、大ヒットして、でサンライズとしてはその第2期目ですよね。創世期と違ってサンライズ本来の、要するに自分たちの企画で勝負ができるという時代が来てですね、でそのオリジナルのロボットものをサンライズが生産する段階で、その富野さんだけでは賄いきれないという。ところが富野さんがその時爆発的なやっぱりこう、生産力を持ってましたんで、まあ波の要するに監督を連れてくると、やっぱりこう萎縮して潰れてしまうっていうようなことがありましてね。で、まあ僕自身がそんなにその強い存在ではなかったんですけれども、富野さんとは虫プロ時代は同僚ですし、まあそういうようなその対富野ではへこたれそうもないというような、その程度のことで、そのサンライズのまた、半ば強制的なその復帰命令がありましてね、それで始まったのがダグラムということですね。とはいえ何を作っても富野義行監督と比較されるのは避けられない。しかもロボットアニメは高橋にとって初めての経験だった。リアリティのない荒唐無稽なアニメは自分にはできない、開き直って自分なりのロボットものを作るしかない、考えては捨てまた考える日々が続いた。高橋はにじり寄るようにして作品を形作っていった。かくして出来上がった太陽の牙ダグラムは、多くの点で富野路線とは隔絶していた。主役メカにはガンダムのようなヒーロー然としたスマートさがなく、鉄の質感がむき出しの武骨なデザイン。頭部は全面的にコックピットに当てられていた。それはロボットにヒーロー性ではなく兵器としてのリアリティを求めた結果だった。このデザインポリシーは敵型メカや小道具類に至るまで一貫していた。主人公の活躍も超人的ではなく、非力なレジスタンス活動を通して描かれた。確かによく考えられていた。しかしこんな地味な作品が子供たちに受け入れられるのだろうか。成功を確信している男が一人だけいた。ガンダムを接してた関係で、これは新しさがなんとか再現できるなと、これはいけるという私は感覚を持ちましたね。読みが外れる時と、まあ、当たる時とありますけれども、
研究をずっとおもちゃを作るための開発機関というものの中で子ども調査をやって検証してますんでね、このくらいのところまでいけば失敗はないなというボーダーラインは明確に抑えてましたね。根本の予想通りダグラムは当たった。当初の放送予定は延長され6クール1年半にわたる長寿番組となったのである。義務は果たした。このまま元の仕事に戻ってもよかった。だがダグラムをやっていくうちに高橋の心境に変化が訪れていた。ダグラムそのものはですね、やはり半分ぐらい仕方なくという気持ちがありましたですね。30話以降はですね、監督の方は僕を外してもらって原作だけに専念しているということになってるんですね。でそこでその分かれ目なんですけれども、まあアニメーションのテレビシリーズのオリジナルなストーリーを作るということに目が向いていきまして、でまあ思わぬ面白さといいますか、まあ、それがそのダグラムを最後まで完成させるといいますか、まあ最後まで自分が逃げないでですね、まあ興味持ってやれた原動力ですかね。でそれがボトムズにつながっていくっていうことになりますかね。高橋はサンライズにとどまることを決意し次回作に取り掛かった。それは当然ダグラムを反省することから始まった。高橋は思いつくものを片っ端から書き出していった。その中でロボットの表現に関するものはデザインに影響を与えるだけに重要な問題であった。アクションにおけるスピード感をダグラムは8メートル強のロボットなんですけれども、これは戦車をイメージしたんですけれども、実際にはそのスピード感が若干欠けたかなということ、やはりアクションによってスピード感大事だなということで、それで、スピード感を感じるため の、 そのサイズの縮小と、それからその縮小だけでは足りないですから、スピードのあるアクションをするためのロボットの機構そのものをですね、いろいろと工夫してみたっていう、小原さんが作らせたモデルでですね、搭乗者がほとんど保護されてない、足がありましてね、前にまあ、ちょっとプロテクトする部分があって、乗って、ここにこう手すりがあるくらいの、それがこうミリタリー色で塗られた自分で作られたオリジナル の、 そのロボットがあったんですね。ですごくそれが感じがいいわけですよ。でこういう感じでいきたいなっていうような、やっぱりなんとかその、アニメーションの中で、のポーズは商品としても撮れるようにしたいなっていうことで、もうダグラムの、放映の時からボトムズの基本コンセプトって考えてたんですよね。それで自分なりにこうずっと機構試作していて、自分でこうモックアップ作って、それを持ってたんですよね。それでたまたまその、プロデューサーの長谷川さんから、こんな作品企画してるからっていうことで、じゃあ僕もやってるからっていうことで、もうそのモデルを渡したんですよ。そこから、まあ、うまい具合にリンクしてたんですけどね。実はプレゼンテーションサンライズがありまして、その中でですね、一番評価の悪いキャラクターを選んだんです。一目見てですね、これは絶対忘れられないという印象的なデザインですね。意外な偶然から生まれたアーマードトルーパー AT は異様なシルエットを持っていた。コックピットとなる上半身が太く、頭部がドーム型に膨らんでいる。顔はなく、代わりにはめ込まれたターレットスコープが独特の表情を演出していた。高橋はこの AT をより兵器らしくするために、さまざまなギミックを与えていった。4メートルの
サイズのものが走るというのはどうやってもですね、なかなかいろいろ難しいんですね。それでじゃあその走るというより走行をすると、車輪をつけると、普通ですとそこで戦車のキャタピラを思い出すんですけれども、思いつくんですけど、僕の場合は土木機械の方でスピード感と強引さと、強引さというのは力強さですね、それと効果音がつけられるということで、アクションの変化が相当持てるという人間の動きをすればするほど機械としてのリアリティが失われていくんじゃないかなと考えまして、そのでも格闘戦というのは不可欠ですから、ロボットですから、じゃ殴るという行為をどうしようかと、それは不意打ち機の打撃のようなものを手に持たせて、でそれに兵器のイメージを持たせるために、まあ、作薬の火薬を薬莢 でその反動で弾を打ち出すんじゃなくて手が出るという、まあ、そうすると多分兵器の匂いがするんではないかなっていうことで、そういったものとか、ダグラムではコクピットで顔がペロッとないんですけれども、表情に乏しいわけですね。でそれが一つのリアリティの追求の仕方だったんですけれども、機械の表情っていうのもあるわけですよ。ですから顔に当たる部分を人間の顔ではないんだけど表情をつけたいということで、まあ、ターレットの回転と移動によってその搭乗者が何を見てるかとか、まあ、そういうことでまた逆に言うとセンサー類に一つ具体的なイメージを与えたいななんてことがありました、ね、そういうことをまあくっつけていったんですね。でそれを小原さんに注文出してデザイン的にまとめていただいたということ。メカはできたがストーリーの方はなかなかまとまらなかった。高橋は毎夜スタジオ近くの居酒屋でキャラクターデザインの塩山のりおと酒を酌み交わしながら案を練った。ダグラムっていうのが長いことやってましたよね。長い作品でしたけども、であれの主人公っていうのがその大財閥の御曹司というかね、どちらかといえばお坊ちゃんのそのおとなしい素直なヒーロー像というんですか、でその反動というわけでもないでしょうけれども、次の作品は、どっちかというとその悪ガキの、ピカレスク風な作品をやりたいという、まあ、監督の意向があったみたいでしたね。だから SF ロボットものの、対抗基盤というんですか、なんかそういうようなことで最初は、ものすごいこの野生的な、悪ガキ風のキャラを作った記憶がありますね。しかし酒に任せて好きな映画の話をするうちにストーリーは別の方向へと流れていった。高橋組の居酒屋通いは日課となり、そのうちにストーリーは壮大な宇宙を背景にしたある兵士のドラマという形を取り始めた。その兵士で知り合いもなくて、で今まで その生活もなくて、戦争が終わってポッとその混乱した世の中に送り出されてしまうっていう、その時多分きっと心には痛手をというか気づか、もしくは、本人はそういうふうに気づかなくてもその普通の生活に馴染まないものを持ってるだろうか。それがそのフォークル50本内外のところで人間らしさを取り戻すということを一つのテーマの、まあ、柱に設定したんですね。でそのためにはまあやはり、お相手がいるだろうというのがフィアナになり、ちょっと謎めいた美少女が出てくるっていうことでね、そういうキャラクターを一つ作ってもらいたいということで、であんまりその女性キャラっていうのはダグラムでも作れなかったし、少しこっちも張り切ってそのそれこそ可愛子ちゃんをと思って何枚か変えてみたんですけどね、それやっぱみんなダメなんですよね。顔はともかくとして例のスキンヘッド
髪の毛がないんですよってわけですよね。だから髪の毛ないってい いうそのヒロイン像だなんて言ったってちょっと想像つかないもんですからね。でどういうふうに描けばいいのっていうことだったんだけども、それでも高橋はなんとか塩山を説得してスキンヘッドの美女フィアナを誕生させた。子供騙しや妥協が一切ないこのシリアスなドラマは当時のアニメの常識を大きく超えていたためになかなか理解できないスタッフもいた。高橋はそれを一つ一つ根気よく説明して自分の思う形に作らせていった。このような人心掌握術は高橋のお箱だったのである。凌介さんは若い人のねエネルギーをずっと引き出すのが得意な人ですからね。元は集団劇が好きな方ですからね。なんて言うんだろうな、で集団でフィルムを作るのも好きだし、そのスタイルがそのまんまフィルムに出てるっていうか、いろんな人の意見が反映されてわーって、だからその物語もいろんな人間がガー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 言ってると一人の人間の道ができていくっていうような調子で、作り方と作ってるものが非常に一致してるっていうかね。いや僕からいかに逃げるかがあの人たちの宿命ですからね。だからあそこの奥座敷、外から見えないところにいるなとか 1,2,3 もう高橋さん、塩山さん、あとはちょっとお亡くなりになったけど神田武之さん追っかけ回すの大変ですよ。じゃ飲んでる席に行ってチェックしてもらったりとかそういうことをしますよ。しますけど、あの人だからその辺が人が使いがうまくて、君に任せてんだから大丈夫だよとか大立て文句がブワーって出てくるんですね。で翌日になったらちょっと気になるところがある、直そうってことになってくる。キリコとフィアナを得て物語は急速に完成しつつあった。高橋は意欲的に主題歌の作詞まで手掛けた。そこにはもはやテレビを嫌がっていた頃の姿はなかった。全てのスタッフが高橋を中心に精力的に働いていた。サンライズもスポンサーも一切注文をつけず彼らの自由にやらせていた。それは高橋に対する信頼とボトムズという企画の完成度の高さを示していた。これに関してはもう何の苦労もなしに自分がやりたくて自分が持ってるそのままを出してますんで、それで高橋さんの方で何も言ってこないっていうことはものすごくやりやすかったですけどね。一番仕事に乗ってた時代というか、アニメーションがさっきもちょっと言いましたようにおおらかな何やってもいいっていうふうな時代だし、でみんな意欲的でしたしね。だからもう今思い返してみて楽しいことばっかしだったと言っていいぐらいですね。好きなようにやってもらいました。なぜならば子供を意識したものでは子供にごまをすることになりますから、やっぱしみんなが乗ってやってもらえると、それはハイターゲットにちょうどいいものになるという、そういう非常にいい環境でしたね。放送開始が近づくにつれ作業は加速していった。シナリオが上がる、絵コンテが上がる、原画が上がる、そしてそれはついにフィルムになった。走行機ボトムズ第1話の完成である。スタッフたちは期待と不安を抱いて初号に臨んだ。何が楽しみでやってるっていうと、その初号を見るのが楽しみで今までこう続けてきてるんですけどね。で今までまあ50本以上その作品参加しているけど、本当に震えが来たっていうのは何本かないんですよね。まあそのうちの1本であることは確かなんですけどね。監督はやっぱしかなり大きな仕事をしたと思いますよ。取材の最後に我々は高橋監督にボトムズを見てもらった。あれから15年、今ボトムズはその目にどう映っているのだろうか。味方だ隊長、相手は味方じゃないんですか。まあ本人が一番数は見てないかもしれませんけれど、でもまあ
作ってましたからね、あの本当によくいろんなところを、あ、自分でもよく覚えてるなというくらい覚えてありますね。まあ、私もレーズナーが終了してから10年経ってしまって、その間、まあ、アニメーションから離れたわけではないんですけれども、監督作品というのは、まあ、非常に短いものはいくつかあるんですが、本格的には去年から始まった勇者オカオガイガーという作品のプロデュースということで、久しぶりにロボットものを手掛けてるんですけれども、まあ、それに加えてですね、今度はやはり本職の監督ということで新作を今準備しているところです。この新作に対しての抱負としてはやはりいつも思ってるんですけど、そのロボットの味わいといいますかね、テイストを新しくしたいと。新しくしたいというのは新型にしたいということではなくてですね、その例えば、古くてもいいんですけれども、こういう味わいのロボットものは見なかったなっていうような意味合いでの新しさなんですけれども、まあ自分の中で、新しいロボットものを開拓したいなと。そのためには、まあ、いろんなスタッフが参加していただいてるんですけれども、新しいスタッフも家族知り合いましたんで、私自身も非常に期待している、まあ、ワクワクしているということが最近の日常なんです。まあ、なんとかいいものを作りたいと思いますので、一つ応援していただきたいと思っております。虹の少女隊プリズムナイツ最終話だよ。本作品をご覧の最中にご不明な点がございましたら、コントロールパネルを呼び出し、データをご検索の上、各自でご考察、ご想像ください。また、別行のプリズムナイツデータライブラリーを合わせてご参照いただければ、本作品をより深く楽しんでいただけると思います。最終決戦の火蓋は切って落とされた。惑星 D を地球との衝突から救うべく、リザンは地球破壊光線の照準を合わせた。ルビアナックル、サファイル台風、ここを突破したらあとは入り口に突っ込むだけよ。分かってるわよ。あれ、あ、まだリサの怪人がいたの。マリ、あそこまで行ける。私はいつだって前向きなマリンちゃんなの。忘れた。そうだったわね。行くわよ。うん。それ、ルビアン、ナックル、サファイル台風。みんな、あとは頼むわよ。
爆破すれば地球破壊構成を解除できるわ。ビアンカちゃん、レイカちゃん、ここは私に任せて、中を頼むわ。エメロードウォール、うっ、暗い。どうすもんですか、絶対に。たとえ私のエメロードウォールが消えても、早く、ビアンカ、はい、とどめだ。ビアンカ、これを早く。やめろ。マイム、エネルギー炉を破壊したのね。あとはこれを壊せば。肘を脇につけてえぐり込むようにして撃つべし。だったわね。上か、お前のエーテルが上か、決着をつけてくれる。プリズムナイツの決死の活躍により、ディザンの地球破壊光線は解除された。しかし、つぐみと翼は最後の決着をつけるために戦い続ける。地球と D の衝突まであと13時間、あとわずか13時間しかないのだ。運命消える時、永遠の少女伝説。やめろ、二人とも。やめるんだ、二人とも。お前たちが戦っても何の意味もないことがまだわからんか。いかにクロノス様の言葉といえども、ここでやめるわけにはいかない。これは私たちの戦い、貴様などには関係ない。いや、関係ならある。なぜなら、お前たちは同じ血を分け合った双子の兄弟だからだ。お前たちの剣の絵に記されたそのハートの紋章が何よりの証拠。なぜだ、なぜお前がそんなことを知っている。もう終わりだ、 D の運命も地球の運命も。ん、私の理想、私の計画の邪魔をした貴様らだけは決して許さぬ。危ない。ああ貴様は。それはディザンの嘘。あなたに憎しみの心を植え付け、つぐみと戦わせるため。あなたたち双子は地球と D の血を半分ずつ引く最初の子供たち。でもあなたたちはすぐにディザンの手によって離れ離れにされてしまった。
を失い、一人になってしまった。そしてつぐみを守るために姿を変え、生きてきた黒野として。黒野先生、翼が現れてからはあなたたちを戦わせないために必死だった。そんなのってないよ。どうしてもっと早く教えてくれなかったの？お願い、リーと地球に平和を。あなたたち兄弟が力を合わせれば恐れるものは何もない。お母さん、やだ。ママ、ママ。マリエル、マリエル、いまだに D と地球の共存も夢見ていたとは。変わっちゃいないのだな。お前は最後まで大まか者だ。つぐみ、翼、よく見ろ、あの二つの星を。地球と D が衝突する。お前のせいだよ、つぐみ。お前たちプリズムナイツのせいで地球と D の衝突を防ぐ手立てはなくなったのだ。満足だろう、つぐみ。みんな、マリ、ユピテル、マイム、レイカ、ビアンカ、リリー、お母さん。待て、つもり、どこへ行くつもりだ。この私との勝負はまだついてはおらんぞ。私の邪魔をした貴様らは生かしておくわけにはいかん。私だってあなたが憎い。だけどお母さんが教えてくれた。今はそんなことをしている場合じゃない。何？私、最後まで諦めない。バカな！今更どうしようというのだ！つぐみの言った通りだ。諦めたら何もかもが終わる。それがわからぬお前は、もう戦うに値しない相手だ。守ってみせる。お父さんとお母さんが愛した二つの星を。つぐみ、どうするつもりだ。 D を押し戻す。え？お母さんが教えてくれた。私たちが力を合わせれば恐れるものは何もないって。私たちの力を。よし、やろう。私、絶対諦めない。諦めたらおしまいなんだ。エーテルパワー全開！無駄だ。もはや二つの惑星の衝突を防ぐ手立てはない。 D と地球は消滅することを運命づけられた双子星なのだ。これは何？この暖かい光、つぐみちゃんの光、翼の光、みんなを助けたいと願う二人の心、私たちを呼んでいる。つぐみちゃん、みんな、つぐみちゃん、私たちもお手伝いするわ。みんな、あんたたちが頑張ってるのに負けてらんないでしょ。守ろう、つぐみ。 D の未来を、地球の未来を。うん、行くよ、みんな。よし、エーテルパワー全開。オッケー。熱くときめく乙女のハート、膨らむ胸に秘めた思い、光となって天まで届け。超絶ウィリー。Thank you.
D と地球が離れていく。あの二人の力が奇跡を起こしたというのか。私はこの奇跡を信じられなかったなんて。マリエル、いい娘を持ったね。マリエル、姉さん。マリエル、マリエル。姉さん、つぐみと翼が私たちに奇跡の愛をくれたのよ。愛、これが奇跡の愛なのか。始まるんだよ。私たちと二つの星の新しい歴史が作っていく。私たちの手で D と地球の未来を。うん、頑張ろう翼。雪村、また明日から一緒に勉強しような。お母さん、なんか変。総惑星期0099、ディザン共和国と地球連邦の間に終戦協定が結ばれた。あなたはもう全部揃えられた？ミヤムーグッズ大紹介のコーナーだよ。アニメフリーク FX ボリューム6のディスク2と交換してください。アニメフリーク FX ボリューム6のディスク2と交換してください。